ジェンダー。2番、夏目もゆさん。4番、渋谷花さん。5番、上野彩音さん。17番、斉藤美咲さん。ミッドフィルダー。6番、羽生里奈さん。8番、江原花音さん。14番、百瀬葵さん。フォワード、9番、宮沢ひなたさん。10番、杉山花乃さん。11番、加藤桃さんです。リザーブメンバーは、1番、小野葵さん。3番、北村未来さん。7番、黒子ひとみさん。15番、船月真子さん。12番、安保真由美さん。13番、高橋沙耶香さん。監督は唐沢俊介さんです。審判は主審浦島智美さん、副審曽根美優さん、全福里央さん。第4の審判、荒木ゆりかさんの4子です。ゲーム責任者は黒沢圭一さんです。本日のボールパーソン参加係、その他補助員は、東北高校、東北青文台高校、富谷高校、仙台工業高校の皆さんにお願いしています。試合開始まで今しばらくお待ちください。
Thank you.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 
なのに。後で長く食べるはい。Thank you.
関東地区第一代表聖徳国際湘南高校対開催地代表富士吉学園高校の試合は2対0で聖徳国際湘南高校がリードして前半戦が終了しました。ただいまより10分間の休憩に入ります。ここでご来場の皆様に感染マナーについてお願いがあります。グラウンド内には絶対に降りないようにお願いいたします。ペットを連れての下着でのご観戦はご遠慮ください。また場内は禁煙ですのでご協力お願いいたします。本日は曇りですが給水いただくなど体調管理には十分にご注意ください。また体調が崩れない方は受付までおいでください。ゴミは分別の上所定のゴミ箱に押してくださるか持ち帰るようご協力をお願いいたします。地震など被災が予想される場合は身の安全を確保してください。避難する場合係員の指示に従い速やかに安全な場所に移動していただきますようご協力ください。プログラム販売についてご案内申し上げます。会場案内テントにおきまして本大会プログラムを1000円で販売しております。ご観戦の記念にぜひお買い求めください。他会場の試合の途中結果を報告いたします。仙台市泉総合運動場泉グラウンドで行われております。女子2回戦東海地区第一代表藤枝順心高校対東北地区第一代表明誠高校の試合は2対0で藤枝順心高校がリードして前半戦を終了しました。
Thank you.
ックオフで後半戦が開始されました。
切れてる？Thank you.
Thank you.
Thank you.
だけ確認して。Thank you.
かる。一回確認とあと中。選手の交代をお知らせします。選手国際湘南高校5番上野彩音さんに代わり3番北村未来さんが入りました。
ということは15分出るかな。ということはあっちで一番いいから、下でやると思うんだよね。
あれば助かります。ではもうまたすぐ始まってしまうので20分後ぐらいまたスタートするか。今またちょっとさ余裕を入れてほしいよ。これでいいじゃん。